パリの2020オリンピック開催予定、今のところ変更の動きはないでしょうか。なんかどうすんの、大丈夫っていう話はちょこちょこニュースにはなってますね。パリのオリンピックに合わせてその高速道路作ったりとか地下鉄作ったりとか結構やってるんで、それはまあそのまま続くとは思うんですけど、ただ本当にやるんですかね。パリオリンピックから日本得意な3種目がなくなるのは何か日本オリンピック協会がやらかしたのでしょうか。なくなるんだ。具体的に何がなくなるのか知らないですけど、空手、野球、ソフトボールがなくなり、ブレーキダンスとスケボー、サーフィンなどが種目入りするようで。そうなんだ。野球なくなるんだ、パリのオリンピック。まあ、ソフトボールはまあなくてもいいかなと思いますけどね。なんで女子野球ってあるのに、小学校ぐらいまで女子野球ってありますけど、中学ぐらいから女子はソフトボールっていう、あれルール何なんですかね。別に女子も普通に野球やればよくねって思うんですけど、あれなんかその性別で分ける理由あるんですかね。なんかその筋力がどうこうとかっていうのであれば、ちょっと神取り忍を連れてこいとか、女子柔道とかでも男子に平気で勝つ人いるじゃないですか。アスラックじゃなくて、なんか警備会社に勤めていらっしゃる女子プロレスラー、プロレスラーじゃねえか、女子レスリングの方とか、なんか明らかに男性じゃ絶対に勝てないよねっていうタイプの女性もいらっしゃるじゃないですか。沙織様、はい。だからなんかその男性は野球で女性はソフトボールって、いまいちなんかどういう基準でやってるのかよくわかんないですよね。不思議。はい。